おはようございます。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 いや今回から始まりました、はい、企画ですけど、はい、今回はルパン小島さんの、うん、青春時代を振り返るという企画になります。はい。はい、ここは何という街ですか。はい、ここは駅でいうと、丸の内線の、明岡谷の駅になります。ここで、はい、ルパン小島さんは、うん、生まれ育った。生まれ育ちましたね。はい、小さい時から小学校、中学ずっとここですからね。ウェーブ青春アルバム、今回はルパン小島さんの青春時代を振り返ります。あのブルーハーツとか好きだったけど、あのやっぱりジュン・スカイ・ウォーカーとするとちょっと好きで、そうだね、その頃だね、うん、それ中学ですよね。 中2とか中3とか、うん、中学時代は部活とおみこしとジュン・スカイ・ウォーカーズに夢中だったルパンさん。持ち前の明るさと端正なルックスで学校内では後輩からも慕われる人気者だったそうです。そしてこの時、人生初めての恋を体験します。好きっていうよりも向こうが好意を持ってくれて、でまたこれもややこしいっていうか、その中学時代特有なんだけど、その IE ちゃんと仲のいい Z さん女の子ね、それもよく電話かかってきて、なんかそんなに小島くんがあれだったら私がアタックしちゃおうかなみたいなことを言われたりして、いや俺もうホテてるかもみたいなのを一瞬よぎったんだけど、しかしそんなルパンさんに幸せのキューピッドはやってきませんでした。割と僕はすごいタイプだったんだけど、可愛いからショートカットのね、ただ周りの仲いい男子っていうかそのグループが、いやあいいはねえだろ、そこでひよった。俺は周りの男子の意見に流されたばっかりに、結局ルパンさんの初恋は実らなかったのです。高2ぐらいの時にやっぱ地元でその中学の3年時のクラス会とか飲み会があって、その時かな、やばい失敗したみたいな、可愛いじゃんみたいな。でもその時また M がいやあれはねえだろみたいなことを言って、その時も行かずじまい。あれから20年、今なら、いや今だからこそ伝えられるあの頃の気持ち、それは青春時代のあの頃のまま今も変わらず持ち続けている気持ち。もしもですね、これを見るようなことがあったらどうですか。よかったらお酒でも、一緒に飲みに、まあないとは思うんですけども、ありましたらぜひ編集部までご一報よろしくお願いします。正直その中学時代には言えなかったですけど、今の、私小島はじめでしたら、確実にその思いを伝えられると思うので、それから先は望みません。そのいうことが大事かなと、下心とかそういうのは全くないので、よかったら、もう見てられませんね、こんな番組は。なんていうかね、うん、痛い。さ、こんなつまらない冗談はさておき、おはがきをいただいております。ファミ通ウェーブ DVD6 月号拝見いたしました。ファミチョイ TV が終了ですか。素晴らしい判断だと思います。あのような低俗な番組は見ていてとても不快でした。これからはもっと明るく楽しい番組を期待しています。貴
重なご意見ありがとうございますねえ。まあ、残念ということで。ファミ通ウェーブをご覧の皆様、2ヶ月ぶりのご無沙汰でございます。生活順子でございます。さて、今回から始まりました新番組ファミチョイ TV。 この番組はゲーム業界で起きた様々な出来事を分かりやすく、そして明るく楽しくお伝えするという全く新しいニュース番組でございます。さて、あの大げさな最終回から早2ヶ月、その間実にたくさんのご意見を頂戴いたしました。残念ですというご意見、悲しいですというご意見、もうそれはそれは多くの方々から同様のっていうか、やめるわけないじゃん。だってね、言ったでしょ、嘘ですけどっつって、嘘ですけどっつったっしょ。まんまと騙されてしまった皆さん、へこんじゃダメですよ。騙されたからってへこんじゃダメ。世の中にはもっともっとたちの悪い嘘がいっぱい溢れてますから。だって納豆のあれなんかに比べたらね、もう全然。まともかく、まずはこちらのニュースから。4月某日、都内でみんなのゴルフ5大発表会が開催。この発表会では注目のオンラインモードについての詳細や新キャラクターの発表など、最新作ミンゴル5に関する様々な新要素が紹介されました。今作にはなんとプロゴルファー丸山茂樹選手がキャラクターとして登場し、プレイヤーキャラとして使えるだけでなく、キャディーとして一緒にコースを回ってくれるとのこと。さらに今年2007年はシリーズ10周年ということで、なんと年内にさらなる新作を発売することも発表され、ミンゴルユーザー感涙のニュースが続々と飛び出した大発表会となりました。さて、このミンゴル5、前作4では実際のゴルフコースなどが収録されておりましたが、今作では実際の選手を収録ということで、まるちゃんこと丸山茂樹プロが声はもちろん、実際の飛距離などのデータも反映されたキャラクターとして登場するとのことです。そしてこちらがそのゲーム画面になります。ご覧ください、キリンです。丸山選手の遥か彼方にキリンが見えます。まるちゃんとキリン、この画像にタイトルをつけるなら、私まるちゃんとキリン以外考えつきませんが、プレイステーション3ならではの空気感が感じられますね。ちなみにソフトの発売は7月26日とのことです。それでは続いての話題。セガがマスコミや業界関係者を招き、新作アーケードゲームをお披露目するセガプライベートショー2007スプリングが都内で開催されました。今回出展されたのは夏以降に稼働が予定されているタイトルが中心。中でも一番注目を集めていたのがサッカーをテーマにしたカードゲーム、WCCF シリーズ最新作ワールドクラブチャンピオンフットボールインターコンチネンタルクラブス2006-2007長い。本作は全国の店舗間でリアルタイムネットワーク対戦を実現するなど、シリーズ初のフルモデルチェンジが行われた意欲作とのことで、出展ブースはご覧のような人だかりとなりました。さて、セガプライベートショー、さすが業界関係者が招かれるショーだけあって、ほとんどの方がスーツを着てらっしゃいましたね。やはりいわゆるゲームショーとは違い、ビジネス色の強いショーといった印象を受けました。ただたまにサッカーのユニフォームを着てらっしゃる方々が見切れてましたけれども、あの方々は別に空気が読めない人たちというわけではありません。まあ確かに一見結婚式にジャージで来ちゃった的な、あーはしゃいじゃってんな、空気読めてないなっていう風に見えなくもないですが、決してそういったあれではなく、あの方々はセガのスタッフさんで、ユニフォームはあくまでも仕事上での着用と、別にはしゃいで来てるわけではありませんので、お間違いのないように。では続いての話題。スクエアエニックスが
5月12、13の2日間にわたり幕張メッセでスクエアエニックスパーティー2007を開催しました。会場では同社の新作ソフトがプレイできただけでなく、ステージイベントや物販も行われるなど充実の内容、メーカー単独としてはかなり大きな規模でのイベント開催となりました。会場内に設置されたクローズドメガシアターでは数々の新作ゲームの未公開最新映像が放映。しかしそのボリュームが40分にも及ぶため、当然回転率は高くなく、来場者のごく一部しか見ることができないという希少価値の高いイベントになってしまいました。2日間の合計来場者数は76,562人。これは2005年の同パーティーの約 1.6 倍に当たるとのことです。さて、スクエアエニックスパーティー、やはり気になるのはクローズドメガシアターで上映された40分にも及ぶムービー。実際目にすることができたのは来場者の10分の1以下だとか。私も残念ながら見ることができませんでした。まあ、会場自体に行ってないんですけどね。しかしすごい人でしたね。新作タイトルの体験ブースはどこも大盛況で、待ち時間120分超えは当たり前の状況だったそうです。そしてファイナルファンタジー、今年はシリーズ生誕20周年ということで、プレイステーション3で開発中の13以外ももういろいろな作品の発売が予定されておりますが、私にはとても覚えきれませんでしたので、これからどんな作品が出るかご存知になりたい方は、なんかだからファミ通とかそういうの見てください。さて、いかがでしたでしょうか。ハミチョイ TV、 これから毎月このような感じでさまざまな情報をお届けできればなと思っております。視聴者の皆様、そしてゲーム業界関係者の皆様、ゲーム業界関係者の皆様、ゲーム業界関係者の皆様、どうぞ柔らかい目で見守ってやってください。プラモデルとか作ったことないな。そういや、プラモデルとか作ったことないな。プラモデルとか作ったことないな。そういや、また来月お会いしましょう。それでは。